唐橋家は、菅原有長を外する道場家。高辻忠しは材料の兄にあたる。鎌倉時代末期から、南北朝時代の当主、唐橋雄うみやから、唐橋の仮名を称した。仮名は、落中の唐橋村を家領としたことを由来とする。唐橋家は、菅原氏の着流とみなされ、主長者である北野の長者を多数輩出していた。 室町時代には九条家の消しとなるが、明王五年に九条家の経営に関するトラブルから唐橋財数が九条正元、直行に殺害される事態となった。しかし、菅原氏一族からの猛烈な抗議により、九条正元、直京夫氏は、御土御門天皇の直感を被むることになり、唐橋家の危機は免れた。だが、この事件が唐橋家衰退のきっかけとなり、 道家から、視聴者、持読を出すことはなくなった。価格は、半価。唐橋やりとよい子を、唐橋家は大内記、文章博士、大学等等を経て、現代納言を極端とした。江戸時代後期の在家は、夕食古日の研究に熱心で、原服について記した、漢家朝やもめ章、尺についての、必要録、老人の装束古実をまとめた、祝徳装束書。 仮ヌについて記した、不意軍食弁網章など多くの著書がある。家業は、記伝道。江戸時代の家録は182国。明治維新後は在庫が、死者に除せられた。唐橋家国立歴史民族博物館の、急高給料取調べ帳データベースより算出した、幕末期の唐橋家料は、以下の通り。ありがとうございます。